トヨタは英国でリース契約を終えた車両を工場でリフレッシュし、長寿命化と環境負荷低減を目指します。顧客満足と車両耐久性を重視。トヨタの英国部門は車のライフサイクルを通じた付加価値工場の一環として、英国の製造拠点で顧客から回収した車両のリフレッシュを開始する顧客との接点を保つ期間を 少なくとも10年に延長するため、最初の使用サイクル、一人目のユーザーを終えた車両を工場に引き取り、最高の水準で整備し、セカンドユーザーにできるだけ新しい状態で提供するとのこと。また、2回目の使用サイクルを終えた段階でも、同様の作業を行い、その後はできるだけ効率的にリサイクルすることに力を注ぐとしている。廃車プロセスの詳細は、 まだ明らかにされていないが、トヨタギガバイトの社長兼、マネージングディレクターであるアグスティン・マーティンは、廃棄物を減らし、新車生産時の環境負荷を低減することに重点を置くことを示唆した、どのようにリサイクルするか、必要不可欠で、他のサービスにも使えるかもしれない部品を、どのように再利用するか、バッテリーを、どのように再生し、再利用し、 リサイクルするか、工場で使用される新車の材料の一部をどう使うかが重要ですとマーティンは語る。顧客満足と車両の耐久性を重視するトヨタの姿勢は2022年中頃に発売予定の初の量産型ベベ、BZ4X にも及んでいる。このモデルは7 1 4アワーのバッテリーを搭載し、後続距離は 450km。10年後も 最大90%の容量を維持することが期待されている。